次にチンポム行きましょうか。えー、っとじゃあチンポム行きますね。でチンポムのドランクパンデミック。でえー、っとまあチンポムはもう説明必要がないぐらい有名になっちゃいましてえー、っとねえー、っと皆さんご存知だと思いますけれども何人組 ?7 人組うん6人組になるのかなえー、っとのアーティストグループですよね。で僕はちょっとねチンポムについてはねあまりにも思い入れが強くて。 えっと、あのね、語り、語りきれないんですよね。語ろうと思ったら一番初めから語らないとダメだから、ちょっとね、難しいんだけど、でもチャレンジしますね。えっとね、えっと、どこから見せればいいのかな。な,なんか昔の展示とかもあるけどな。画像がいろいろ。あのね、懐かしい写真がいっぱいあるな。あのね、 えっと、僕ね、あの、初展示見てるんですよ。初個体。あの、無人島が昔公演になった時にね。で、僕ね、あの、もともとそんな現代美術をなんかこう、志そうっていうか何かしようみたいな話思うことは思ってなくて。で、えっ、ー、と、だけど、あの、チンポムを見てですね、あの、現代美術に引き込まれた。 っていうかなまあもうちょっと詳しく言ってもいいんだけどまあそういう感じなんですよ。でで僕はさ初めからチンポムもこの人たちまあすごい大好きででまあチンポムがね出るイベントには全部行ってたんですよ僕。でチンポムにきあの嫌がられてたんだけどね。いまだにね、まあ、チンポムの皆さんとはそういう関係性なんですけど。 でまあ、僕の展示とかにも来てもらったりして本当にお世話になってるんですけどあ,あとあの僕うちの親父とまと、あ、僕と母親と、まあ、あのうちの花ふさきでやってるエスハウスミュージアムにも参加してもらってますしねあのそういうのずっとつながりはあるんですけどねなんかまあ僕にとってはですねチンポムが現代美術を教えてくれたっていう感じなんですよねチンポムをずっと考え続けることによって僕はあの現代美術がだんだん分かってきたっていうか僕の中で固まってきたっていう感じなんですよね。 なので、あのー、もう本当に初めっから言うしかないんだけどね、本当は。昔の映像とかもね、ぜひお店、見,見せながら話す機会とか僕また欲しいなと思ってるんですけど、チンポン、まあ、森美術館で個展やるので、その時が来るかも、あの、にね、いろいろ見れるかもしれないですね。ね。すっごいいいのいっぱいあるからね、話したくなっちゃうけど、これ無限に時間がかかりますからやめますね。あれちょっと待って、もう30分俺話してんの嘘マジで 俺もう30分話してんのうわ。マジか。これはごめんなさい。あ、そして今ちょっとあれかな。受信状況悪い大丈夫なんか滑らかじゃないみたいなのが出てるな。これね、なんかね、この時間がやっぱり難しいんですよね。この時間がね。時間的に難しいんです、これは。えー、なので多分ね、良くなったり悪くなったりするはずです、これは。 ちょっといろいろ閉じよう、閉じようかな。いろいろ閉じます。まあでもな、これ閉じてもなくてもな。聞こえてんのかな。これなんか止まってる可能性があるな、これ。止まってないか。大丈夫か。俺が止まってただけか。うん。よし、じゃあ行こう。えっ、ー、とね、ドランクパンデミックね。で、ドランクパンデミックの話の方からしますね。 ドランクパンデミックっていうのは、えっ、ー、と、イギリスで展示された、えっ、ー、とて、これちょっとあの、巻きでいきますね、僕ね。巻きでいきますね。時間がないからね。で、えっ、ー、と、ドランクパンデミックっていうのはそのパブ、パブパンデミックっていうのをイギリスで作ったんですね。で、えっ、ー、と、イギリスのですね、えっ、ー、とな、なんて駅だったかもさい、忘れちゃいましたけどね。調、え、べ、ー、たらわかるけど、あのね、あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、これギャラリーの、えっ、ー、と、アノーマリですね。アノーマリで今展示してますね。で、まだやってますからね。 でえー、っと何ていう駅だとか忘れちゃったんですけど、えー、っと昔パンデミックが起こった時ねえー、っとスペイン化せええー、じゃあじゃえー、っとペストかなだったっけのえー、っとパンデミックが起こった時にえー、っとその地下にあの病,病気にかかった人たちをこう押し込んだらしいんだよねでしかもその病気にかかったやつらは まあ、なんていうかな、自分たちがのせ、あの、生活が、まあ、悪いやつだというふうに、まあ、なんていうかな、まあ、今と同じですよね。あの、そいつらのせいにしてですね、自己責任にしてですね、その地下の駅に押し込めたらしいんですよ。で、その今、駅使われてないんですけど、でも。で、まあ、その駅を、駅のし、駅でですね、えっと、まあ、ビールを発酵させて、で、さらに、 えっと、公衆トイレの中で、えー、そのビールをおー配るという展示なんですね。で、さらに、その、そこでトイレ行きますよね。おしっこしますよね。で、そのおしっこを使って、あブロックを作るんですね。ブロック。あの、レンガみたいな。レンガを作っ、おしっこってどうやってレンガ作るのかよくわかんないですけど、レンガを作って、なんかレンガがですね、あの、 まあ、ロンドンなんですけどロンドンでなんかとってやっぱ結構レンガ作りのものが多いからレンガがところどころ抜けてるところがあるわけですねそういうところにレンガをこうそのチンポムのレンガをキュッとこうはめていくっていうだけなんだけどなんかあの嫌がらせなのかなんかありがたいのかよくわかんないみたいなこ,こすっごいいいですよねあのそういうことをやってるっていう作品なんですねで なんでビールなのかっていうのがまあ重要だと思うんですけど、ビールってなんか水を蒸留してからあのー、作るらしいんですよ。まあそれはそうでしょうね。あの汚い水をその汚いっていうかの、汚いっていうかな、汚くはないけど、まあの水をそのまま置,く置いて発酵させるわけだから、あのー、 これ俺今気づいたけどすいません僕ねこれ今始まりましたよね今始まりましたよね僕ね今気づいたんですけどね今気づいたんですけどねあのねあれこれ今始まりましたどうですか始まってます これ始まってんのかなこれ今始まってますあれこれどうだ止まったこれ。あれどうなんだろうちょっとこれネットで見ようかな。<laughs> これ僕ね、今気づいた気がしますよ。あれなんかしかもなんか視聴者減ったな。ちょっと待ってくださいね。 これれ僕見れてたのみんなこんにちは皆さんどうでしょうあれなんかあれだなこれ僕のあれ映像って見れてたのかな どうなんでしょうかこれ聞こえてるのこれ僕の、あれ映像って見れて聞こえてるか。そして僕ね、みな、皆さんっていつ頃から見てたんですか僕も実は30分以上話してるんですけど、ロバート・フランクについても話し終わったんですけど、僕ね、ライブ配信ボタン押し忘れてたかもしれません。っていうか押し忘れてたんですけど、 多分これライブ配信できてないですよねロバート・フランクについてめっちゃ熱く語ったんですよ30分僕これめっちゃ謝らないとダメですねツイートで謝りますよ僕ごめんなさいライブ配信ボタンを押すの忘れてましたっつってめっちゃ熱く語ったのに後から後からでも後からアップされるのかなこれどうなるんだろう あれこれってどう、どういう計算になるのかな ?30 分とかって僕の方には出てるんですよね。だから多分、あとか、後から見たら多分ね、残ってる方にまあ、ロバート・フランクについて熱く語ってる俺がですね、一人でいますよ。多分。ごめんなさい。配信ボタンを押し忘れていました。言えています。 はい。ということで、チンポムについて語りますね。チンポム。もう一回語りますね。じゃあ、チンポムについて。あ、もう一回語ってもしょうがないか。で、チンポムね。じゃあ、もうしょうがない。ドランクパンデミックもう一回語ろう。ですよね。ごめんなさい。まだ2分でしたね。ご、申し訳ない。コッテさん、ありがとう。ごめん。しかもね、なんかね、ずっと待ってくれてた人がいたね。申し訳ない。マジで。ほんとごめんなさい。で、ロバート・フランクについては後から見てください。で、えー、っと、ストリーミングはちゃんと見れてますかね。 あのコッテさんだけが頼りだなんで、コッテさんお願いしますね。ストリーミング見えづらくなったら言ってね。で、えー、っと、でですね、えー、っと、なので、チンポムについてすいません。この、えー、っと、録画で見てる人はごめんなさい。もう一回説明します。もう一回。もう一回。えー、っと、ロンドンで、えー、っと、ドランクパンデミックっていう展示をしたんですね、彼ら。で、そのドランクパンデミックっていう、えー、っと、何かっていうと、えー、っと、ロンドンで、えー、っと、 ごめんペストだったらスペイン風邪の時だった忘れたけど、に、えっとですねえ、駅ですね、駅って地下にあるんですね。まあ全部地下にある、大体海外地下にあるでしょ。で、地下の地下鉄の駅に、その病気の人たちを押し込めたらしいんですね。要するに病院に押し込めるみたいなもんですよね。で、そういうことをしたと。で、なんで、えっ、ー、と、しかも、うんと、なんていうか、まあ、流言飛行みたいなのが飛び交ってですね、その、 えっと、ペストとかにかかったやつは、お前ら悪いんだと。お前らの生活様式が悪いし、お前らの、あの、もともとの、まあ、なんていうかな、暮らしが悪いから、自分の自己責任だろっていうふうに言われたわけですね。その流言飛害って非常に現在と似てますよね。え情報もパンデミックを起こして、まあ、だからあのー、っていうやつですよね。えっと、今言われてるやつね。えっと、と同じ状況が起きてたわけね。で、そこで、その地下でですね、えっと、ビール、オリジナルのビールを、あーっと、 コッテさんありがとう。で、えー、っと、あのー、ビールをですね、醸造してですね、それをですね、ロンドンの公衆トイレで配るっていう、えー、作品なんですね。で、なんでビールなのか、あ、ごめんなさい、で、えー、っと、公衆トイレ、なんでビールなのか、後から喋りますね。で、公衆トイレが、えー、でですね、もちろんトイレ、本当の本物の公衆トイレですよ、ガチの公衆トイレを、まあ、要するに、使ってやるんですね。で、えー、っと、あ でもあれガチなのかなガチじゃないかあんなでかい公衆トイレないもんな海外って危ないからないよな。なんからガチじゃないんですね。多分ね。作ったんでしょうね。なんかね、あのー、トラックで牽引する、あのー、なんていうのあのい、まあ、いわゆるね、海外、アメリカとかであのトラックに住んでる人いるじゃないですか。あれみたいな感じ。あれぐらいの大きさですね。の、えっ、ー、と、ものを作って、で、そこでトイレなので、公衆トイレなので、みんなトイレおしっこするわけですね。 で、そのおしっこを元にですね、固めてですね、レンガ作ると。で、どうやっておしっこからレンガ作るのか知らないですけど、その材料でをとして、あのー、レンガ作るんですね。で、ロンドンってレンガ作りの,あの建物が多いですよね。ので、あのレンガがですね、こうポロっとこう抜けてるところとかもいっぱいあるわけですよね、あのー。そういうところにですね、チンポムって書いたレンガをこうキュッと、おしっこの、レンガを埋めていくっていう。<laughs> ね。えー、だから、 それが公共的なのか、なんかただの、なんて勝手にやってるっていうかね、ある種のバン,あ、まあ、バンダリズムじゃないな、まあ、う、え、ん、ー、なんて言うんだろうな、ね、そういうのって。<laughs> まあ、加えてるからな、まあ、うん、ライ、ライターではないもんね。あの、グラフィティでライターではないもんね。まあ、そういう、まあ、でもそういうような作業ですよね。をしたっていうことですよね。 とということなんですねでなんでビールなのかっていうとビールっていうのは、まあ、水がもちろん重要大,大切なわけですけどその水ってあの醸造しなきゃいけないのでえっ、ー、と時間を置きますよね。えっ、ー、と当然水は腐るということでそのえっ、ー、とですね水つ,つ,つまりですね当時ですね あの、水から病気が感染すると思われていたので、て、ていうか、ペストってそうなんだったっけなちょっと忘れちゃったけど、あ,あ、多分そうなんだよね。確か。排水とかから感染するんだよね。で、えっと、ので、あの、ビールの方が安全だって言われた <laughs> っていう話なんですよ。これは面白いところに注目したなと思いますよね。ビールの方が安全なんです <laughs>。 アルコールってね、まあ,あ、海外ではね、基本的にやっぱりアルコールに対する意識っていうのは日本はね、比較的低い,い,いけど、あの海外すっごい中あの海外はあのすごくね、あのやっぱアルコールに対する、うん、警戒心ってすごい強いんだけど、まあそれでいいと思うけどね、アルコールやばいから。で、なんだけど、あの、でもアルコールがいいとされた。その逆説っていうところをひっ、あの、ひっくり返してるわけですよね。で、みんなでビール飲もうぜて、ぞっと。 で、パンデミックに対抗だということになってるわけね。なんだけどね、僕ね、まあ今ちょっと思ったことね、今軽く、軽く言うね。で、もうあの、なんて言うかな <laughs>。まだね、あの、見てる方はまだ7分、8分ぐらいしか経ってないと思うので、ごめんなさいね。こういうと、ちょっとこれサービス、サービス、サービスでもなんでもないか <laughs>。けど言うと、今思ったのね、僕ね、 そのコロナ禍であの本当にね日本はね結構まずいと思いますよあの何がまずいかっていうとねアルコール中毒めっちゃ増えると思うでねどう考えてもねあのこれ数字で出てるのかな知らないですけどまああんまり出したくないだろうねでも数字ですぐ出ちゃうと思うんだけど明らかにストロングゼロの消費量はあの増えてるでしょみんなのストロングゼロ飲んでるやつもめっちゃ増えてみあの あの、増えてると思うし、買ってるのを見るのも増えたし、あの、缶が捨てられてるのを見るのもすっごい増えたよね。でね、ストロングセロはやばいですよ。あれはもうめっちゃやばい。本当に。あの、アルコール量半端じゃないので、あれは。一缶に含まれる。しかも、ガンガン飲んじゃいますよね。あれはもうほんと、僕ね、一回ね、500のやつが当たってですね、あ、なんかあの、セブンイレブンのくじでね、当たって、500のやつ飲んだことがあるんですよ。まわ、っと折れましたね。 しかもね倒れ方がねなんかねあの酒に酔ったっていう倒れ方じゃないんですよねなんか、ね、もうズドーンっていう感じの倒れ方本当にまずいなっていう倒れ方だってねもうあれも絶対飲まないですけどあのー、僕はあれは本当に危険だと思うなーでもなんかねそこそれもねだからビールの方が安全チンポンビールが安全ですパンデミックビールっていうことですね <laughs> でドランクパンデミックねのんべいのパンデミックっていう感じ うん、ねうん。なんだけどね。まあまあ、そういうことね。で、もう一個あってああ、で、このロンドンの、だからロンドンのね、このね、アーカイブ店なんですね、要するに。で、これが、まあ、映像があって、だから、これはまあ、なんていうかな、と映像とまあインスタレーションがあるんですけどね。えっと、これがビールと、あと、左に見えてるのが、ちょっと暗いけど、あの、なんていうのあの、ブロックね、これ。あの、レンガね。レンガ。で、これ、あの、上くんがレンガでね。おこれ。<laughs> 多分勝手にやってるんだと思うんだけどねこれうんこういうこういうふうに埋めていくっていうのねあこれかプリプリあープリーズドネーティーユ,ユ,ユーロピースねうんおしっこをドネ,ドネーションしてねっていう風に言ってるわけねこういうの勝手にああそうねこれ懐かしい写真ですよね右に見えてるあのエリーちゃんがこうしっタ,タッチションしてるっていうねこ,ういうこれほ本当に初期のあっていうかこれえっとね PTA かなっていう,うーん DVD があるんですけど、それの、あれですね、ジャケ写ですね、これね、はい。すっごいいい写真なんだけどね、うん。まあ、で、この、あの、ビール飲めたらしいですけどね、僕が行った時にはもう全然なかったんだけど、えー、これがまあ、イメージのドローイングとか、まあ、いろいろあってっていうことですね。はい、ですごいなんか若いキュレーター3人が、あの、彼らを招聘したみたいですね。 であのかなりこうみんなでこうねあの乾杯みたいな感じでみんなで飲んでてうん人がいっぱいでねビールあの普通になんか美味しくできたらしいでビールってなんか作るの簡単らしいですねねそうそうでなんかねアルプール量1%以下だったらあれらしいですねいい方じゃないらしいですねまあ1%以下だからねうんあのー、それをまあ日本で作って配ってたみたいですね今回ね まあ本当にね、こう。まあ、えー、これレンガですね。ここあ、これはさすがに勝手にやってないけどね。あのこ、これ床ですよね。床に埋めてますね。チンポンっていうやつね。このね。可愛いですよね。ラベルとかもちゃんと作ってね。まあ、これがインスタレーション。真っ暗な部屋でインスタレーションしてるんだけど。あともう一個は、えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、 青写真のシリーズね。なんか青写真さなんか凝ってるんですよね。青写真はね、あの、穴新宿のビルに穴開けた展示ね。えー、の時から、まあちょっと凝ってて。だから青写真って、でもね、僕ね、こう,こういうことで、青写真って何かっていうと、あの、要するにプリントしやすいから青写真って使われてたわけでしょ多分。違うのあの、建築とかで使われてたじゃないですか。で、あれってすぐ観光,観光してパッパッパッとこう、あの、すぐに変更可能だからなんだと思うんですよね。で、その、その、 青写真を使うっていうことが、まあ、彼らにとってすごく重要性を持ってるっていうのは、まあ、よくわかりますよね。大体いい可能で、あのー、なんていうかな、イメージがあるんだけど、イメージがあるし、えっと、未来は見えてるんだけど、そのみ、未来に向かって計画がどんどん変わっていくっていうかな。未来はどん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 延長されていくっていう感じ。そういうういい時間軸ってののはあの チンポムの時間軸っていう意味ではすすごくよくよよわかりますよねだから青写真を使うのすごくよくわかる。ただ僕これがね何を示してるのかっていうのはよくわかんなかったんだよね。だからこのねあのまあ街中にの看板にこれは借りたのかなわかんないけどあの青写真こういう東京2020みたいなの書いてでこの街を青写真の中にああまあ、まあ、街を観光させるっていうのかな観光っていうのはあれよ光にあの感じるね。 感じる光ね。えー、っていう作品ですよね。うん。まあ、そういうことですね。はい。そういう作品ですね。で、あのね、ここまでがね、ジャブね。で、15分。15分。皆さんが聞いているのは15分。俺が喋っているのは48分。ね。えー、という、あ、これは、あ、見せちゃいけない。えーと、見せた。えーっと、ほ。 なんですねということでやっとですね本題から本題に入りますよ。やっぱりね生きるとか死ぬっていうことについてね考えなきゃいけないですよアートっていうものは。